ムキタケは、ガマノホタケかムキタケ属に属する、キノコの一種。肩、葉、喉焼き、ムクダイなど、様々な方言名で呼ばれている。従来は、ラシタケかワサビタケ属とされ、ポネラス・ケラトネスの学名を与えられていたが、現在は新たに創設されたムキタケ属とされている。2014年、ムキタケは火砕が、緑色タイプのエス・セロチナと、 2003年に中国で命名された黄色タイプのポネラスエデュレス、YC 代、ニームラ &GF チンが混同された名称であることが判明し、黄色タイプは学名をサルコミキサエデュレス、和名をムキタケ、緑色タイプは学名を S セロチナ、和名をオソムキタケにすべきだという提案がなされた。傘は半円形ないし人造型を停止。 長径3から15センチメートル程度の大きさになる。その表面はほとんど粘性を欠き、体力黄色または炭鉱褐色で細かい毛を密生し、表皮は剥がれやすい。肉はほとんど白色で、傷をつけても変色することはなく、匂いは、音は、ほぼ無味、または、かすかな苦味がある。肥だは密生し、ほぼ白色である。 柄は太くて短く、しばしば痕跡的な場合もあり、傘の一端に偏ってつき、傘の表面と同様のほのげに覆われ、中身である。胞子紋は白色を呈し、胞子は、創生地上で、無色、平滑、要素溶液で青黒く染まる性質で構成され、表皮層と傘の肉との間には、ゼラチン層に埋もれた細い菌糸からなる理想が、発達している。 秋やや遅く、ブナミズナライタヤカエデトなどの紅葉樹の倒木や立ち枯れ木などに多数が重なり合って群生する。木材の白色普及を起こす普及菌の一種で、普及力は強い。後背景については、2種類の性別を持つに、極性である。成熟した端子胞子の内部には、ギムザ染色によって1個ずつの核が認められる。菌子の成長は、 椎茸などと比較して遅く、その指摘温度は摂氏23度付近にあり、小実体の形成は7摂氏16度で開始されるという。北半球の温帯以北に分布する。日本ではブナやミズナラなどを主とした夏緑樹林に普通に散する。外観がよく似たものに月夜竹や平竹がある。特に前者は毒キノコであり、 しばしばこの両者が一本の枯れ木に混成する場合があるため厳重な注意を要する。月夜竹は新鮮な小実体のヒダには弱い発光性があること、ヒダと柄との境に低い唾状の隆起を有することが多く、通常は柄の肉に黒いシミがあることなどの点でむき竹と異なる。ひら竹は傘が黄色みを帯びることは少なく、 その表面は滑らかでほの毛を描くことや、傘の表皮が剥がれにくいことなどで区別される。またヒメムキタケは、ムキタケよりも、はるかに小型で白っぽく、傘の表面に毛を持たない。キヒラタケは、傘が黄色を呈し、さらに毛で覆われる点でムキタケによく煮るが、ヒだも、明らかに、黄色く、傘の表皮が剥がれず、肉質も強靭であるため食用には適さない。 風味に癖がなく、収量もまとまりやすいため、山里では食用キノコとして広く利用されており、ネット通販などでも容易に購入可能である。また、人工栽培や品種改良の研究も昭和50年代から試みられており、椎茸や平茸ほど一般的ではないものの、最近では本格的な商業ベースに乗りつつある。 原木栽培用の種ごまも市販されている。ありがとうございます。